手包み。食べませんで、そっちから取っていただけますか。あ、そこからくまモン。この皮が可愛いからこれにする。見て、くまモン。これ何、小籠包じゃないから大籠包、何、大籠包、はい、これくまモン。はい、皆さん、今ですね、気になったお店、ずっとね、南関に来てから気になってたお店があって、あれですね、まず紹介します。あ、見えない、あそこしか見えない。しずく屋さん、小籠包って書いてあったからずっと気になってたんですけど、来たら、めっちゃね、すごい小籠包があったのでね、見せます。じゃーん、くまモン。小籠包じゃないね、これね、大籠包、どっちかわかんないんだけど、小籠包、中身は小籠包。見て、可愛くない、めっちゃ普通のね、オーソドックスの小籠包もあったんだけれども、ちょっとこれの方が気になっちゃってこれにしちゃった。でね、見て、バッグこれね、すごいんだよ、イルミネーションすごいでしょ。でもさ、ここ歯医者さん、歯医者さんなんだ。歯医者さんなんです。ちょっとせっかくだからと思って、歯医者さんバッグに。それではいただいてみたいと思います。めっちゃ熱々、いただきます。え、割っていいのかな、なんかかわいそうな気がしてきた。あ、え、ちょっと結構もっちゅ、おー、湯気が、湯気が、おいしそう。はい、匂い、いただいてみたいと思います。くまモン、ごめん、なんかお肉が、なんだろう、すごい肉肉しくてジューシーで、ニラの風味もすごい、おいしい。皮はね、結構厚め、でももっちもちの皮、味がね、めちゃくちゃ濃い。え、私大好きです、あの、九州出身だから味濃いのが。だいぶね、小籠包にちょっと大きいと思うけどね、10パックとかも、あ、10個入りとかもあるみたい。ちょっとね、私気になったのがこれ、九州といえば、ちょっとわかる、上に乗ってんの高菜でしょ。ちょっと高菜の方いただいてみたいと思います。開けますね、なんか皆さんお待ちかねの、あ、うわ、高菜たっぷり、お肉も入ってるよ、しっかり。ではいただいてみたいと思います。いただきます。やめとく。おいしい、うん、高菜のシャキシャキがね、しっかりとある。で、ひき肉もちゃんと主張してるから、これね、ちょっと炒めたね、高菜なんだけど入ってるのが、で、ちゃんとお肉も入ってて、味濃くてバッチグーです。おいしいよ、高菜ぜひ食べてみて。いきなり団子もあったから、ぜひ皆さん寄った時は好きなもの、甘いものでも、こっちのしょっぱいものでも食べてみてください。おいしい。偶然通りがかりました、南関町の、じゃーん、こっちか、あ、ちょっと見えづらいから、白うさぎさん餅屋、白うさぎさん、なんか名前がめっちゃ可愛いと思って、で、見たらほら、ちょっと気になりません？あん餅、よもぎ餅って、紅芋あん餅、甘栗あん餅、チョコ餅、私ちょっとチョコ餅めっちゃ気になってるんだけど、ちょっと買ってみようと思います。手作り餅です。白崎さん行ってみます。え、すごい美味しそう、チョコ、あ、軍資金ください。ゼロ円お願いします。 ありがとうございます。わ、ほんと裏でね、手作りしてて、すごい、ほら見て、
ねえねえ、チョコ餅って私決めてたんだけどさ、見てこのあん餅の。あ、貧乏貧乏すいません。ねえねえ、チョコ餅じゃあ気になってるんで。ピンポーン、ごめんなさい。2、3がスタッフさんの分もで、あん餅、これ大きそう、大きそうとか言って。でもほら見て、こっち紅芋あん甘栗、珍しいですよね、甘栗あんって。で、よもぎ餅、あ、粒あんだって、これは。絶対合うやつだ。あ、見て、あんこもこうやって売られてる。ちゃんともち米、もち粉だ、もち粉も売られてるし、もち米も笑いよ。すもちもあります。見て、すもちもいいね、これこれだけ買ってさ、極悪スタッフ、猫と戯れ中。うるせない。極悪だから。おいしそう。チョコピンクですね、これ。あ、はい、初めはですね、あのバレンタインの時とかにいいかなと思って出し始めたんですけど。それ人気？で、子供さんに人気が出て、目の前が小学校なんですよ。あ、そうですよね、大三すごい子供さんに人気が出てですね、もうすでに。やった、はい、フロッティオって気になったので。ありがとうございます。インスタグラムやってるって。インスタグラム皆さんこちらです。ぜひ。これ私の番組です。熊本よかとこ教えるもんっていう YouTube 番組をやっております。で、東京で、歌手活動をしておりまして、自分の地元が熊本の八代出身でして、それで熊本の全45市町村の魅力を伝える番組を作って、はい、制作しておりますので、ぜひ載せていただけたらと思っております。見てく、社長を呼びましょうか。あ、社長さん、そんなそんないいんですか、社長。今のです、買わせていただきます。ちょっと気になって、で、可愛い名前だな、で、白うさぎって可愛いなと思って、お餅大好きなので呼びました。で、番組をやっております。 YouTube の方にぜひちょっとこういう熊本に南関にいいところがあるよっていうのを紹介させていただけたらと思います。大丈夫ですか、OK です。あ、それはもう大丈夫です。 ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。突然ありがとうございます。失礼します。失礼します。個人的にこれ買って。いや、個人的に買いました。いいことです。シールラリー。はい、白うさぎさん、お邪魔してきました。で、チョコ餅私気になったの でさっきお話ししてた通り、なんか子供にバレンタインで出したところ、子供ちゃんたちにすごい人気が出たみたいで、目の前に小学校があるので、南関第三小学校って書いてあったかな、で、子供たちに大人気のチョコ餅をいただいてみたいと思います。なんかね、チョコ餅見て、ピンクなのよ、可愛いね。いただきます。早速開け方よって言われんから大丈夫かな。よし、待って待って、私これ出した時に、美味しそう。この子、いただきます。あー、すごいもちもち。食べた後でごめんなさい、本当に食べてる時に。クリームが、これ初めてのクリームかも。大体こうチョコ餅とかって今まで食べたのは生チョコっぽい感じなんだけど、あのチョコクリーム、あのね、パンとかに入ってるような、でもそれぎっしり入ってて滑らかなチョコクリーム、結構甘みが強い感じです。だから子供が本当に好きな感じだって、わかるもんね、いっぱい入ってるの。すごいさ、餅がもちもちして柔らかくてふわふわで、うん、おいしい、好き。クリームだけでもいけちゃいそう、ペロペロって。ぜひ皆さん来た時はうさぎさん、白うさぎさんに寄ってみてください。マリナ一押しです。広い世界よ、Fly High、 止まらない今はスカイハイ、落ちる